はい、皆さんこんにちは。リフォームの達人プロデューサー山崎徹です。どうぞ。会員住まいの伝道師亀田義明です。よろしくお願いいたします。はい、亀田さん今日もよろしくお願いいたします。今日なんですけれど、ずっとずっとですね、いろんな、まあ、キッチンの困ったであったり、リフォームで抑えるポイント、それからお風呂、トイレ、洗面ってやってたんですけれども、よくよく、まあ、全体を見合わせた時にですね、何にも知らない、これからリフォームしようと思う方って、例えば、タガラであるとこの商品、クリーンアップで言うとこの商品、TOTOだとこの商品ってみんなわからないので、どこを調べたらいいかわからない。まあ、車だってそうですね。女性がクラウンはわかるけど、カローラはわかるけど、新しい、じゃあベゼルってどこのメーカーなの？みたいな話ありますが、そういった全体の広いことをお伝えしていこうと思うんですが、亀さん、よくお話しするときにメーカーはとか商品名言ってもなかなか通じないことありませんか？そうですね、お客様はまあね、そのメーカーにはほとんどね、こだわられないですね。ただまあ、昨日のお客様はたまたま電化製品がパナソニックやから言ってパナソニックって、そういうお客さんは中にはおられますけれどね、他はあんまりないですね。そうですね、そういった面でちょっと今日お届けするのは、メーカーでこんな商品ありますよ、価格帯だったらこの辺ですよっていうのを全体をちょっと包括的にお届けする、そんな内容にしていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ということで、今日お届けするのはその第1弾ということで、システムキッチン選び方のポイント、特に、まあ、どうやってまず選ばないといけないのかって、ここからちょっとスタートしていきたいと思うんですね。で、いつものように私の方でちょっと5つのポイントをちょっと考えてきました。よくあるお客さんの選び方、ザザザザーというふうにあるんですけれど、亀さん、まず1つ目、まずはちょっとメーカーどうしますみたいな話であったり、お客様もメーカーってどこがいいの、こんなことを聞かれることありませんか？非常に多いですね。だからまあ、どこを使うかっていうのは、一応私たちはショールームを回って、最終お客様がですね、気に入られたメーカーにしたらどうですかっていうふうにはしております。はい、実際今インターネットでいろいろ調べられます。そういった時にここがいいの、もしくは友達があそこ使っててよかったって聞いた、知り合いからは実はここのメーカーは良くないって聞いたの、いろんなことを情報を錯綜する中で、やっぱりメーカーってまずは一番分かりやすい、車買いに行く時でも、あ、どこのメーカー、ディーラー見に行くみたいなことってあると思うんですが、この辺選び方一つポイントありますね。この後そのメーカーをちょっとご紹介したいと思います。2つ目、じゃあメーカーでまず考えるのが、そのメーカーって高いの安いの、まずは分かりやすい指標、気に入る気に入らないの前に、まず予算っていうものがあって、まず気になるところ、価格的にそれって、お得みたいなこと、2つ目ぐらい、亀田さん、まず価格の話って分かりやすいから聞かれませんかね？そうですね、価格はね、まずね、まあ、私らもご予算を聞いてさせていただくわけですけれども、まあ、最初はどんな方もそうですけど、お安い、ね、ものをというふうにおっしゃいますので、一応各メーカーにやっぱり松竹梅を作ってありますから、どこのメーカーでも高級なポンプから扱っているメーカーというのは基本的には少ないですよというお話をさせていただいてます。そうなんですよね、この動画初めて見る初心者の方だと、あ、そうなんだ、メーカーによってではなくて、いわゆるピラミッドのような形でよく言うんですが、実際低価格なもの、まあ、これ市場大きくて中高級、そして高級ということで、このピラミッドが3段階になってますね。各メーカーみんな松竹梅、亀田さんおっしゃられたようにある。そうするとこの松竹梅がいわゆるシリーズという形で呼ばれるものですね。普及価格帯シリーズ、中級、中高級シリーズ、そして高級シリーズ、まあ、車で言うとベンツのように高級シリーズしかないよみたいなところもありますが、おおむね皆さんこの、普及、中級、高級という形で品揃えがあります。じゃあその価格ってシリーズによって全部決まるのっていうと、実際にそこにですね、そのいわゆる素うどんで行くのか、天ぷら乗せるのか、きつね乗せるのか、まあキッチンで言うと IH 乗せるのか、食洗機入れるのか、カップボードつけるのか、もしくは電動昇降入れるのか、こんな形で機能によっても、亀田さん、実際このシリーズどれ選ぶかっていうのも、実際にどのオプションを入れるかによって価格って変わってきませんか？そうですね、各メーカー一つのスタンダードというのがございまして、コンロもこのコンロですよとかね、はい、一般的なフードもこのフードですっていう形で、はい、まあね、食洗機とか、また IH とか、高級のガスコンロとか、そういうのはまあオプションでどんどん上、ね、上がっていくわけですけども、標準で
シリーズであるのは、まあ、標準的なものがついているということですね。そこからプラスしていくというですね、まあ、浄水器なんかもありますので、あとプラスしていくという形の考え方ですね、各メーカーさんね。そうですね。ただ最近で言うと上位機種、まあ、メーカーも上位売りたいんで上位機種しかない、例えば最近で言うと天板とか上位機種しかこれは採用できない、そんなことも亀さん結構この辺がやっぱりメーカーの思いかなと思いますよね。そうですね、実際に、まあ、車でもそうですけれども、まあ、昨日もちょっと研修を受けましてですね、新しい扉をですね、はい、その、まあ、もちろん注文生産ですので、はい、1月以上かかるわけなんです、はい、発注してからね、はいはい、まあ、普通の標準比ですと2週間でできるというね、まあ、その辺の部分もちょっと違ってくるんですけれども、逆に車でもそうなんですけど、待ってるほどなんか値打ちがあるように考えられますので、まあ、キッチンもそうかなというふうに感じますね。こんだけ一月かかったのよ私のこのキッチンはというね、はい、その方が高級感があるような気がしますね。まあでもちょっと冗談じゃないですけれど、リフォーム会社もすぐ明日すぐ行けますよなんていうのはちょっとなんか安請け合いして、やっぱりちょっと工事がいっぱい立て込んでて、やっぱあそこの業者人気あるのよねみたいなことを言われて、逆になんか伸びてる方が価値、いやありがたいなと思う場合もありました。ということで、この辺機能オプション、まあ上の価値、その辺納期みたいなところも実は関連がありますね。ということで最後、私はねデザインだと思うんです。もう今機能はどん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 良くなってきて、昔の日本人ってそんなにねデザインセンス良かったかなと思うんですけど、今はもういろんなものを見ていて、やっぱり高度成長期いろんな機能が上がってきたんですけど、最近はもう逆に言うとヨーロッパのデザインを見ても、あこれがいいあれがいいって目利きができる日本人のこの感性に育ってきたかなと思うんですが、デザイン性ってキッチンも20年前とやっぱり海外のキッチンに負けなくなってきたんじゃないかなと思うんですけど、神田さんこの辺デザイン性思われませんか？そうですね、デザイン性はすごいですね。だからまあいろんな追加追加からいろんなデザインを考えないと、色も含めましてですね、やっぱりそっちのパッと見て、あこれはいいなっていうね、楽しくね調理ができるキッチンだなっていう、まず見た目っていうのは大事ですね。はい、ということで、この1から5メーカー価格シリーズ機能デザイン、この辺が選び方のポイントになるんですが、今日こういった面で言うとメーカーと価格でいきますと、高級中級普及、この普及についてご紹介していきたいと思います。システムキッチン普及価格帯、これも普及価格帯でよく使われるキッチンも決まってるんですね。各メーカー普及持ってもですね、やはりその価格であったり普及の中でもバリエーションであったり人気っていうのがありますので、私なりにまとめました。まあ、1位から5位って言ったら語弊あるかもしれないですけど、大体でもこの5つぐらいから順番もこの順番かなっていう感じですね。ということで第1番目、もうこれはまあ間違いなく世の中的に普及のナンバーワンっていうとこのラクエラだと思います。このクリナップが提供する普及価格帯、クリナップっていうとステンレスのキッチンっていうイメージあるんですが、ここだけはキャビネット、いわゆる木製キッチンということで、普及価格帯としてラクエラっていうのは価格がですね、どん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 これ発売されてから価格価格価格で低価格で一番低いところで市場での、まあ、コストパフォーマンスというか低価格というところ、それと同時にデザイン性がこれだけおしゃれになってます。亀井さん、このラクエラどうでしょうか？そうですね、ラクエラは本当に価格帯に応じて一番デザイン性能も含めてですね、すごく変わってきてますので、非常に人気のある商品ですね。はい、ということでまずは普及といえばラクエラ、これちょっと覚えておいていただければと思います。とってもリーズナブルでとってもバリエーションも豊かということですね。ということでもう一つ、これはラクエラと双璧に並ぶのがシエラなんですが、シエラもリーズナブルなんです。シエラもリーズナブルで、実はこのリクシル、もともとはサンウェーブというキッチン専業メーカーがリクシルという形で今力に入れているこのシエラ、シエラ S という形で4月1日からまだ新しくなったばっかり。これも先ほどのラクエラをやっぱり意識してるんですね。何かって言ったら、価格はシエラもラクエラも同じぐらいリーズナブルだったんですが、ラクエラの方がデザイン性が良かった。ラクエラの方がやっぱりコーディネーターからちょっと見栄えが、うまく、低価格予算しかないからラクエラなんだけど、ちょっとこう、まあ、ごまかせるって言ったらあれですけど、おしゃれに仕上がるみたいな感じですね。で、この辺をシエラは、特に今回のシエラ S ですけれど、新しくツートンの扉、そしてこのデザイン性、そしてなんといったってこの扉、ちょっとこうスタッコシリーズ、
なんだと思います。まあ、いわゆる漆喰みたいな感じで、こうちょっとこう今風のこう家具に合う、今風のデザインに合う、そんな扉になってます。そして扉もこんな感じで、これあのホームページの方から色を選べるような形になってます。ですからいろんな多彩な扉ある中で、この扉、この内容を自分にちょっとこうカスタマイズしながらツートンでできる。そして細かいですが、カウンターが通常40ミリなんですけど、この最近のトレンドとしてデザイン性がこの空間に合うようにスッキリデザインということで、このフォルムが薄く仕上げたカウンター、これ高級シリーズしかなかったんですが、このシエラ S でついに普及価格帯でこの薄いカウンターを持ってきたっていうのはリクシルの一つの今回のポイント、さらには取っ手でした。亀さん、一言お願いできますか。1月から新しくなったのご存知でした？はい、ね、ただ深くはまだまだ研究できてないんですけれども、やはりこのね、取っ手のこのデザイン性能ですね、すごく薄くなっていますし、あとは色合いがですね、今の本当にグレージュスタッコというこれがすごくいいですね。まあ、昨日も宝さんでですね、ホーローで艶消しのやつをちょっとね実際見たんですけれども、これがまたなんか今年はこれが主流になりそうですね。なんとなくこれがどんどん、そうですね、売れそうな気がいたしますね。亀田さんおっしゃる通り、なんかこれ今のトレンドですね。なんか一つ見たような感じします。ありがとうございます。ということで3番目、やっぱりこれエーデルかな。私もいろいろずっと全体見て、じゃあそれに対抗するものって何なんだろうと思ったら、やっぱりホーローという形でデザインだったら、まあ実際に木目のところでいろんな綺麗なカラーあるけど、やっぱりお手入れ性、長く使える、じゃあホーローで長く使いたいんだけどって言った時には、やはりこのエーデルがキラリと光るなということでご紹介。やっぱりホーローのクリーンキッチンパネル、お手入れ楽です、扉も楽です、ということで実際にこのデザインってなった時のエーデル弱かったのが、今回ずっとお届けしてますが、新しい扉、8月にこれずっと最近私の動画でやってますが、このエーデルが新しく生まれ変わっている、これも大きな特徴じゃないかなと思います。亀田さん、一言でお願いします。そうですね、昨日もですねこれを研修受けたわけですけれども、はい、ホーローはピカピカでですね、はい、光ってなんかこう安っぽく見えたというところがあるんですけど、やっぱツヤ消しをして、まあ、いろんなね、シックなデザインができるようになったんで、またエーデルがまた売れていくんじゃないかなというふうに思いますね。はい、白っぽいものしか選ばれなかったところで、ここでですねちょっとこの濃いダークブルー、そして、ライトグレー、そしてベージュが入ってくるということで、今のその扉に新たな、エーデルの表情を見せてくれております。はい、ということで4番目、じゃあそれ以外にないのって言った時に、多分カメラさんもよく使われるんじゃないですか。リーズナブルな場合になった時のこの BB、 これトクラスなんですが、このトクラス、なんといったって強みはですね、人工大理石、人造大理石、いろいろ言うんですが、この人造大理石がやっぱりメンテナンスが一番、日本で最初に作っただけありますね。技術的なところ、耐熱性、耐久性、それと透明感、この辺も見栄えもすごくいいです。ショールーム行くと、うわ、この人工大理石、人造大理石いいなと思うんですが、亀田さん、このトクラス使われたことあるんじゃないですか？はい、もうこれはあの天板はですね、カウンター天板はもう実際にトクラスさんのが一番いいですので、衝撃ですし、熱にも強いことね、フライパンで、すごい熱でジュンとやっても全然どうもないとか、物を落としてカチンとやって日々がいってないとかいうね、まあ、本当に一番人造大理石を作ったですね、すごい一番のメーカーだなというふうに思いますね。はい、そして、デザイン性もこんな形で思いのままにコーディネート、トクラス、BB でした。そして最後、他にもないのっていうような形言われたら、結構言われるのがパナソニックさんの V スタイル、これもリーズナブルなんですね。どちらかというと本当価格勝負って言った時にこの V スタイルおすすめじゃないでしょうか。とはいえ、この3連の IH、 3連のガスコンロ、これも V スタイルの特徴ということで、私も一押しできる、内容を今回普及価格帯シリーズで5つちょっと推薦させていただきました。亀田さん、最後よろしくお願いいたします。はい、本日もありがとうございます。まずはですね、最近ね、ショールームへどん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 行ってほしいということですけれども、まだまだコロナ禍の中、予約制でなかなか、特にパナソニックさんなんかは未だにまだ取れにくいですから、ああ、そうですね、YouTube で、ね、確認していただいて、そして、まあね、空いてるメーカーから順番に回っていって、そうしていただくとですね、本当に自分の気に入ったものが
見つかるかと思いますので、そういう方法でね、ご検討されたらいかがかと思います。はい、本日はキッチンの、まあ実際メーカーと商品と言いながらですね、普及価格帯でどこがいいのって言った時に全部見るの大変ですよね、ということで普及価格帯を5選で選ばさせていただきました。この後また中級高級もありますので、ぜひチャンネル登録して、あとインスタ、それからブログ、こちらの方もリフォームペガサスクラブでスタートしておりますということで、ぜひ概要欄にリンク貼ってますね、そちらからチェックしていただければと思います。本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。リフォームの達人プロデューサー山崎徹と、会員住まいの伝道師亀田義明です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしたいと思います。ありがとうございます。